それでは調理していきたいと思います。まずアポロを入れて、緩すぎたな。玉ねぎがばらけるな。やっぱり刺さんと、串に刺してやらんとばらけますね。玉ねぎはちょっと邪魔やな。
ね、玉ねぎはもう明日違う料理に使いたいと思います。もう邪魔くさいんで。できます。やっぱりね、下味は大事ですね。やっぱりね、塩が弱い。やっぱり塩コショウをちゃんと肉にしてからやった方がいいということが分かりました。ソースをかけるけん、まあいらないかなと思ってやらなかったんですけど、やっぱり塩が効いた方が締まりますね、味が。まあこれはこれで、まあ、まずまずなんで85点。食いたかったんですよ、串カツは。しばらく食べるの。
回目やっとこう要領がだんだんつかめてくるんで、どうやったら段取りよくできるか。